こんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日は日曜の中京の金庫賞の予想したいと思います。それではどうぞ。今回は3月の金庫賞の開催が条件としては去年の1度しかありません。さらに2012年にコースを改修、2011年は震災の影響で小倉開催、2015年まではハンデの G3 ということで、過去10年で G1 級のメンツがラブリーデーとシャドーゲートぐらいしかいませんでしたので、あまり参考になりませんでした。よって今回は去年の金庫賞1回分と、一昨年から10年前までは 2000m のトライアルとして君臨していた G2 時代の 3K 大阪杯をサンプルとしてご紹介します。勝ち馬は前走 G1 組と G2 組で4勝ずつしていて、馬券に絡む3頭のうち2頭以上が前走 G1 もしくは G2 という組み合わせが多めです。また年齢別では4歳と5歳が他の世代を大きくリード、7歳以上になってくると一気に成績が悪くなってきます。そして前走重賞組の中でも有馬記念組がかなり相性が良さげ、一方で小倉大商店や中日新聞杯組は苦戦気味となっています。やはりハンデの G3 と G1 のトライアルにあたる G2 は力の差がもろに出やすそうな傾向となってますね。さらに前走海外 G1 組は2014年の絆が人気のエピファネイアを退けましたが、ヌーボレホルトとステファノスは3番人気に出走されるも6着と、前年の勢いと比べると限りが出る傾向が否めません。と言いますのも、今挙げた3頭ともその大阪杯の後に国内の重賞レースを一つも勝てなくなってしまいました。サンプルが3頭とかなり少ないデータですが、里のダイヤモンドがこのジンクスを跳ねのけるか、レース後のローテーションを含めてどうなるかも注目していきたいところです。馬券の傾向はご覧の通り、1番人気は4勝して2着3回とほぼ完璧です。唯一の4着以下はブレイクした次の年のラブリーデーだけでした。そして2桁人気はかなり厳しくなってきますけれども、去年の鈴鹿デビアスが13番人気で3着とアナムが久々に馬券に絡みました。ですが今年は小頭数でなおかつ実績馬が多数出走してきますので、やはりアナ馬にはちょっと厳しそう。ほとんどが4月の 3K 大阪杯のデータではありますが、馬連の10倍割れは4回、3連複の20倍割れは5回と、荒れる確率はあまり高くないという傾向が出ています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はスワーブリチャードです。アルゼンチン共和国杯と有馬記念を見てどれだけ左回りが得意なんだと思った方も多いかもしれませんが、左回りはまだ連帯を外していないのがこの馬の特徴。もちろん抜け出してから空を使ったり、ここが目一杯の仕上げではないというマイナス点もありますが、鞍上のデムーロ騎手がメートルダールの依頼をごめんなさいと断ってまでこの馬にこだわったのですから、恥ずかしい競馬はできません。距離もここまでなら十分守備範囲ではないでしょうか。対抗は山勝です。中京コースは2勝して3着1回と、こちらも副賞券を外していない得意コースです。 2000m は天皇賞秋には縁がなかったんですけれども、大阪杯3着もある G1 級の実績も見逃せません。内枠も取れたので積極策で上位2頭ギャフンと言わせたいところです。そして里のダイヤモンド、最近凱旋門賞に挑戦した馬としては過去にはマカヒキ、ゴールドシップ、ジャスタウェイ、ハープスター、絆、オルフェーブルなどがいますが、前年と変わらないような高いパフォーマンスを維持したのは気まぐれなゴールドシップは何とも評価できませんけれども、オルフェーブルとディープインパクトくらい、マカヒキを含めて他の馬はことごとくパフォーマンスが低下しています。ただ絆も大阪杯を勝ちましたし、ノーチャンスというわけではなさそうです。
普通の G1 馬か、それとも殿堂入りクラスの馬になるのか、ここが正念場になるでしょう。以下、切れ味比べとなれば、怪我から復調して確実に良くなってきているブレスジャーニー。先行優位の場合は、里のノブレスまで推奨したいところでしたが、去年1年間はパッとしない状態でしたので、その代わりにメートルダールの評価を上げてみたいと思います。それでは、開目です。本戦が以上の3点。抑えでこちらの2点も狙いたいと思います。スワブリチャード1着固定の馬単もいいのですが、今回は馬連と配当がそこまで変わらないと思いますので、無理をしない形で馬連でいきます。うまく配分してプラスにならないようなら、ワイドの部分をカットしていいかもしれません。さて、この後は土曜日に中山競馬場で行われます中山牝馬ステークスの予想です。前提として、2011年は震災の影響で阪神において開催されました。時期を遅らせての4月開催ですので、こちらはデータとして取り扱いません。今回はその2011年を除いた過去10レース分の成績を分析対象としています。勝ち馬は前走重賞組が8勝して2着6回。前走愛知杯組が4年連続で馬券に絡んでいます。また、レディー・アルバローザの逃げ切りが印象深いですけれども、有利なのは先段から中段にかけての馬。10年中8年の勝ち馬は4コーナー4番手から10番手あたりで迎えています。あまりに後ろすぎると厳しいですが、きっちりとポジションを取れて、流れに乗って、そして最後に一足ズドンと使える馬が有利なようです。その有利なポジションに向けて大事になってくるのが枠順。全体成績を見るとあんまり大差がないじゃんと思いがちですが、外枠同士で決まったのは、一昨年のシュンロールボンとルージュバックのまぐり合戦があった1回のみ。他の9回は、枠連の4番6番で決まった年が2回ありますけれども、必ず内枠と外枠、もしくは内枠同士でワンツーフィニッシュを決めていて、先週のオーシャンステークスの時と同じことを言ってしまいますが、2着までのどちらかに4枠から内の枠が絡むことが多いようです。そして最後にクラブ馬を中心にこのレースでもって現役を引退する馬が多いのですが、クラブまで勝って優秀の美を飾ったのは、過去30年まで広げて調べてみても2007年のマイネ・サマンサ1頭のみ。この時は7歳でした。個人馬主も加えるとキス・トゥ・ヘブンが加わりますけれども、6歳以上の馬はそもそも勝つのが難しいこともありますし、去年のマジックタイムやアイスフォーリス、もうちょっと遡るとエオリアンハープやウィングレットと、どの馬も将来の繁殖生活を意識してか、目いっぱいギリギリのところで最後は惜しくも差しが届かないというレースぶりが続いています。馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は1勝して2着2回のみ。4番人気よりも馬券に絡んでいません。そして2番人気は2着1回のみ。まさかの2番人気よりも15番人気の方が馬券に絡んでいるという驚きの成績です。という状況なので、2桁人気がかなり頑張っていて、10レースのうちで7度も馬券に絡んでいます。1着から3着まで単勝10倍以内の馬で収まったのはたった1回と珍しい状況です。そして3連単が5年連続を含めて10年中6回が10万馬券以上、3連複も5年連続を含めて10年中7回万馬券と、人気馬から探すスタイルを改めて穴馬から探すという楽しみ方も OK な波乱含みの傾向となっています。本命は当選ビクトリーです。去年勝った時と同じ黒い帽子をゲットしたのも大きいんですけれども、一番注目すべきデータはコーナー4つの 1800m で、実は馬券外に飛んだことがありません。
去年勝ったことがピックアップされてはいますけれども、注目したいのは去年夏の札幌のクイーンステークス2着という実績。小回りの内枠を上手に立ち回るのは安心感がさらに上がると思われます。去年の再現に期待したいと思います。対抗は月下校、重賞ではなかなか芽が出ないこの馬ですが、突筆したいのが前々走のディセンバーステークス。重賞馬のマイネルハニーに迫るだけではなく、グレーターロンドンに先着するのは普通の牝馬ではなかなかできない芸当です。このコース適正なら負けていないでしょう。ただ鞍上の柴田大地騎手は現在重賞で50連敗中。 AJCC のマイネルミラノで穴馬を持ってきましたし、そろそろ浮上してほしい期待を込めての対抗です。3番手に引退レースのマキシマムドバリ、重賞2勝と抜群の実績ですが、中山を走ったのは3年前。ひょっとしたら適性がなくて関東エッセイを控えてるんじゃないと疑ってしまいますが、中山を初めて走って優秀の美を飾ったジェンティルドンナの例もありますし、さすがにぶった切りきるというわけにはいかなさそうです。以下ちょっととっておきたのがワンブレスアウェイ。サンデーレーシングのホームページで古賀調教師が、最近の中では一番調子がいいですよとよく騙されそうなパターンの発言を見かけたんですが、調教内容は古馬1000万クラスを相手にいい内容で来ていました。この発言は嘘じゃなさそうなので、いまいちな枠なんですけれども信じてみたいと思います。そして愛知杯で構想したレインフォーロマンスも取り上げたいところですが、岩崎騎手が中山で騎乗したのは主にヤングジョッキーズシリーズがほとんど。中山コースの芝でのレース騎乗は騎手人生でたった1回しかありませんので、ここは枠も今一つということで評価は下げました。それでは買い目です。ちょっと難解ですけれども、本戦は生まれんボックス、オッズがついたらですけれども、当選ビクトリーの単幅も押さえておきたいところです。どのような人気になるか読めないですけれども、データ通りに内枠を重視したいと思います。オッズがついてほしいところですが、とにかくまずは全馬無事ゴールして、引退馬は第二の馬生に向けて歩みを進めてもらいたいと思います。さて、冒頭でもご紹介しました通り、日曜日の阪神第二レースにて出資馬のブライトパスがダート戦に挑戦です。今回もスタートでやらかさないか心配ですけれども、調教では古馬1000万クラスの相手に先着。期待を胸に日曜日は阪神競馬場に行ってきます。